から北へ150キロ栃木県の北部那須野ヶ原の西にそびえる山へ分け入ると塩原温泉にたどり着きます古くから訪れる人々の心と体を癒してきた町塩原塩原を愛するみんなの合言葉「塩原プラスラブで」で 塩オバーラブ第二百九十六回始まり始まり皆さんこんにちはパーソナリティの光一ですさあ十一月も中旬を過ぎいよいよ十二月シワスマで秒読みという感じになってきましたね。 もう毎朝毎晩寒くて寒くて、えー、どこまで寒くなっちゃうんだろうってねくらいですけれどねまあ、こういう時は本当、えー、風邪などもひきやすいですからね、えー、気をつけていきたいものですそれでは今日もいろいろな話題ご用意しております最初のコーナーはワクワク塩原温泉 イベントや身近な話題紹介していきますけれどもさて雪のシーズン到来ということで今日の話題はやはりこちらでしょうね。ハンターマウンテン塩原塩原温泉でえね塩原のスキー場ですけれども首都圏でも最大級の規模を誇る 全長3 0 0 0ルの滑走が楽しめるスキー場です今シーズンのオープンは12月2日を予定していましたがいましたがなんと11月23日にオープンをもう前倒しオープンを果たすこととなりまして、えー、それもですね、えー、ベースの方から まあ今まで、えー、山頂の方から順次オープンするという形だったんですけれどももうハウスの目の前のところからですねオープンをしようということで今年ハンターマウンテンいろいろ話題があるんですねまず30周年を迎えたとおっ30周年を迎えてしまったんですねあっという間私が中学校高校の頃にオープンですもんね こと、ね、今年の話題としてはサーフスノーという、ね、インターネットなどでも検索サイトでも知られていますけれども、ね、このスキー場の情報などが載せられているんですがその中でまた行きたいスキー場ランキング1位を獲得したという、ね、まず話題から入るんですけれどもそのほかに、ねえー、日帰りスキーにおすすめ第1位施設サービス総合ランキング第1位 キッズ施設が充実ランキング1位というね、何かこう、1位総なめみたいなね、えー、ことで、えー、今年は1位を取ったスキー場というのも、一つのこう売り文句となっているそうですが、えー、そんなところに甘んじることなく、この30周年の節目に、最新の公設機、人工公設機を導入して、導入したんですね、えー、22台導入したことによって、 非常にいいえ細かな、柔らかな、ふわっとした雪ができる、また、気温が下がりにく,く,にくい時期でも、えー、比較的雪のを作る条件が整えやすいというね、えー、まさに、えー、最新鋭のイタリア製の機械を導入ということで、オープンにこぎつけたというわけなんですが。 予定通りとなりますと11月23日にブロードウェイとセサミストリート合わせて1 0 0 0ルの滑走が可能となり27日にはなんと山頂から通して3 0 0 0ルの滑走が可能になる予定ということでねさてさてどうなることやら楽しみです。グランンドオープンは12月月日日ですけれどももうその12月2日を前に 早速スキーに行きたいという方にはおすすめの情報ですね、えー、続いてはスキー場がオープンする一方冬になると通れなくなる道路がありますよという話題となります12月から冬季通行止めになる道路がありますのでご注意くださいただし ね、生活などには直接影響があるものばかりではないので、ねまあ、あの大丈夫でしょうけれどもまず、えー、国道400号では蒲石トンネルの急道部分といいましょうか蒲石,石トンネルの脇の道、急道部分が、えー、12月から、ね、冬季の通行止めとなります。えー、それから、えー、この博士源や 箱の森プレーパークの横を通って登っていく円なスカイラインこちらも冬季通行止めとなりますまた塩原温泉から矢板市の八方ヶ原の方へ抜けていくまあ通称八方道路と呼んでいる県道および林道こちらも通行止めそしてホテルニュー塩原から えー、上野原地区大沼の方へ抜けていく指導の旧荒谷線、えー、こちらも冬季通行止めとなります。まあ雪道がね雪が降り降った時にですね、えー、除雪をしないという道となることで冬季、えー、は通行止めとしてまあ皆さんの安全を確保するという動きとなります。えー、国道四百号亀松トンネルの旧道円なスカイライン 八方道路そして、えー、指道の旧荒湯線、えー、こちら、えー、冬の間は通行止めとなりますのでどうぞお気をつけください以上わくわく塩原温泉でした知らなくてもいいけれど知っていたらちょっと嬉しい塩原の雑学 マニア Q 塩原に関するあんなことこんなことを3択のクイズにして皆さんにお答えいただきます、えー、今日のクイズは先ほど話題に出てきました通行止めに関するクイズです早速いきましょう、えー、次の道路のうち じゃじゃん、冬季通行止め解除が遅い道路はどれでしょうか、えー、次の道路のうち、冬季通行止め解除が遅いのはどこでしょうか、それぞれね、4月の初めには解除となる予定なんですけれども、いずれかはもうちょっと遅いんですね。 えー、次の三つのうちから選んでください A 八方道路 A 八方道路 B 蒲石トンネル旧道 B 蒲石トンネル旧道 C 円ナスカイライン C 円稲スカイライン 12月の1日から基本的に冬季の通行止めとなりますけれどもこの3つ ABC のうち1箇所は利用再開となる通行止めの解除となるのが4月の20日頃になりますさあ記憶をたどってみてくださいねぜひ考えてみてください 塩原温泉には昔からたくさんの人々が訪れて温泉などに癒されてきました温泉だけじゃなくて自然であったり、えー、まあ自然っていうともう、ね、渓谷美であったり川の流れ水であったり紅葉や新緑といった、ね、景観であったりいろいろあったかと思いますけれども、えー、訪れた人々を風の人と呼びまして 塩原の人々と交流のあったこの風の人たちを紹介していくコーナー続いてのコーナーは風の人物語、まあ、皇室の人々も訪れましたけれども今日は文人ということでスポットを当ててみます。今日の風の風人は野口上野口口、えー、まだ 比較的こう新しい人物のような気がしませんか童謡、ねえー、の、ねえー、詩などを書いた人なので、えー、今でもこの名前はよくす耳にするのではないでしょうか、えー、野口右條は茨城県の生まれなんですけれどもそうですね「千堂小歌とか「十五夜お月さん」「シャボン玉」 七つの子など皆さんも耳にしたというよりは歌ったこともあるそういった歌の詩を書いた詩人でありますさあ彼が塩原と出会ったきっかけといいますかね塩原を訪れるきっかけとなったのが泉谷旅館の第14代目の主人。 和泉洋太,、えー、太郎というのはペンネームですけれどもおね泉谷旅館の14代目のご主人ということなんですが、えー、この洋太郎が中学生の時に全国中学校童謡作詞コンクールというのがありましてそこに応募したところなんと一等賞を取ったんですね。 でこの一等賞を取ったコンクールの審査員選者をしていたのがこの野口右條だったというわけなんです、まあ、そうした縁から師弟関係となるわけなんですけれども陽太郎は中学生ですね審査員をしていた右條は40代になったぐらい412歳だったと思いますね このような関係でまあ先生とかああねというのも呼ばれるのもちょっと嫌ったということでなんとこの二人どう呼び合っていたかといいますと陽太郎は右條のことを先生ではなくておじさんと呼び右條は陽太郎のことを坊やと呼んだつまり おじさん坊やという関係だったそうですなかなかユニークですね今なかなかそういった指定関係ないでしょうけどねまあ、そのようなまあ、親子のようなあまあ、指定関係というよりは親子というか親類というかそのようなね、えー、密な付き合いをしていたこともありまして野口宇条は泉谷旅館にたびたび訪れて泊まっているそうです さあそのエピソードとしましては、えー、皆さんご存知ですか泉谷旅館の玄関脇のところに火火が立っています、えー、タレと別れか福渡あたり泣いて弱いゆく河千鳥タレと別れか福渡あたり泣いて弱いゆく河千鳥、えー、この歌のエピソード、えー、初夏の頃ですね、えー、夜明け間近に 川の岸辺で鳴いている鳥がいると、えー、川辺で鳴いている鳥がいるおおなかなかいい鳴き声だなということで、えー、目を覚ました宇女ぼうやぼうや今鳴いているのは何の鳥でやんしょと尋ねたんだそうです、えー、育ち盛りの陽太郎、えー、まだまだ眠いので、えー、なんとかなんとか目を覚ましますが うーんと寝ぼけなまかのまま「んあれはきっと河内鳥ですよ」と言ってまた寝てしまいます。やがて宇條は「いい歌ができたんですよ」ということで、えー、陽太郎に先ほどの「タレと別れか福渡た,たり内定をゆく河内鳥」というね歌を示すんですけれどもさて陽太郎あれ本当にあの鳥は河内鳥でよかったんだろうかと不安になりまして。 鳥に詳しい、まあ、専門家の人に尋ねたところそれは「赤ビンというね渡り鳥だったということが分かったそうです。えー、先生いやいや、えー、おじさんごめんなさい、えー、あの鳥は河内鳥ではなくて赤ビンでしたということで手紙を書いたそうなんですけれどもまあまあ河内鳥は渡り鳥かもしれませんから。 塩原へ当時にでも来てたんでしょというようなことで、えー、この歌はそのまま「河千鳥」というね歌が河千鳥というね言葉をそのまま残してあるということなんですね。まあ、非常に仲良くね師弟、えー、関係、ね、あったということで。 右條の作品もそしてこのあとね陽太郎も主人として地元で活躍していくわけですけれどもねこういうストーリーが2人の間にはあったということなんですね、えー、今日の「風の人物語」「野口右條」をご紹介しましたさて続いては塩原の「 お季節などを取り上げていきます。塩原写真日記、写真日記ということで最新情報ではなくてちょっと前の写真が登場してきますのでこの辺はお間違いなく。今日は三枚の写真を持ってきました。まずはちょっと名残惜しい思いも込めまして十一月十五日の朝。 塩原物語館のすぐ裏手にある紅の吊り橋のところですね、えー、素敵きな、ね、とても鮮やかな楓の木があるわけなんですが一夜にしてパラパラパラハラ,ハラハラハラとたくさんの色づきの良い楓が落ちていましたこちらの写真ですどうぞ。 出勤をしましまたらいや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 たくさん葉っぱが落ちてるなということで、えー、掃き掃除を始めたわけなんですけれどもなんかこの色といいそしてちょっと朝日が当たってきてね、えー、黄色や赤やあ、まあ、オレンジやというね葉がこうこんもりとたまってなんとも綺麗だな写真を1枚カシャということでね撮ったものがこちらなんですけれどねえなくもね散ってしまう。う カエの葉、えー、集めてみたらこちらあの個人的にねフェイスブックに載せたんですけれどなんか葉っぱ販売できそうだねなんていう、ね、コメントがありましたけれどねほん、えー、に皆さんにも持ち帰っていただけたらいいななんていうふうに思いながら撮ったものでした、えー、続いて、えー、これはちょっと景色ではないんですけれども 久しぶりにです、ね、高校時代の同級生と会いまして、えー、お酒を飲もうということになったんですけれどもそのお宅に、まあ、お酒飲んで帰ってくるわけにもいかないので泊めてもらうお礼に持っていったクッキーですが、えー、これがまたなかなか素敵なんです、えー、亀屋本舗さん、ね、亀屋本舗で、えー、今まで、えー、ゴマソフトクッキー、えー、塩原もみじ というののがあったのはご存知かもしれませんもみじクッキーという、ね、言い方もありましたがこのクッキーがリニューアルリニューアルと言わ,言わないのかなもみじクッキーは終了となりまして新たにメイプルクッキーが誕生しましたこちらの写真ですどうぞねえ包装紙ももみじをあしらった、ね、ものなんですけれどもで右下の方に 一枚だけクッキー写ってますよね葉っぱの形もメイプル、ね、カエデの形となっていまして、えー、味もメイプルシロップがほんのり香るちょっと甘くて、えー、とてもおいしいクッキーが出来上がりました、えー、まだ発売したばかりなんですけれどまさにえ紅葉シーズン というか、ねえー、紅葉のきれいな塩原にぴったりのお土産ができたなあということで、ねえー、これはあの個包装のものだけが映っていますけれども箱に入ったこの箱のデザインもとてもね何、えー、て言うんですかね女性に買っていっても喜んでくれそうなあのとてもかあの素敵なデザインとなっていまして、えー、きっとこれは塩原の名物お土産になるのではと期待をしているものです。 えー、メープルクッキーこれは11月17日の写真 <laughs> ではないけれどね、えー、思い出の写真です、えー、それでは最後の写真は11月21日の朝自宅の2階から撮ったものですがいよいよやってきました冬の便りこれが初めての雪ではないですがどうぞ。屋根や。 お庭に積ももっったた雪雪の写真でですす寒いいわけですよねね、えー、降っちゃいましたもん、ねえー、本当は雪山をね、えー、撮りたかったんですが、えー、雲がかかっていて、えー、ちょっとしぐれるようなね、えー、寒い朝となりまして、えー、ちょっと雪,の雪をこうかぶった山を撮ることはできなかったんですが、まあ、いよいよスキー場もオープン間近と。 いうことで、えーまあ、こんなな景色があっても、まあ、おかしくないのかなと、えーね、この日11月21日、ねえー、塩原温泉では、まあ、私の自宅ではこの辺でしたけれども西川温泉では2 0ンチぐらいの積雪があったということですからね、えー、いよいよおもう山の方の道を通るときには必ずスタッドレスタイヤというところでしょうかね。 えー、塩原写真日記三枚の写真をご紹介しました。マニアッ級答えの時間です。今日の問題はこちらです。いよいよ冬を迎えるにあたって道路の冬季通行止めとなります。次のお道路 冬季、ねえー、通行止めの解除,が解除が遅いのはどこでしょうかということで A、八方道路 B、釜石トンネル旧道 C、円ナスカイラインということでしたがこれは、まあうん、塩原にお住まいの方は比較的ご存知かとは思いますがね。答えは C の 変ナスカイラインです。えー、八方道路やがま石、トンネル、急道などはまあ、4月の1日を目安に冬季の通行止め解除となりますが、変ナスカイラインについてはえー、まあ、その先にお住まいがあるとかなく、行き止まりとなっているところもということもありまして。 安全確認などをした上で、四月の二十日過ぎ頃に利用の再開となります。え、ナスカイラインについては四月の二十日頃からね、春の道路開通となります。ね、なんかこういう情報が出てくると、ああ冬だなとまたね思ってしまいますけれどね。えー、皆さん答えは当たっていましたでしょうか。 さあ最後のコーナーですよもやまトーク、えー、今日のよもやまトークは、えー、このよもやまトークのコーナーでもご紹介をしていましたが行ってきたよという話をしたいと思います、えー、塩原温泉コミュニティのお文化部会の主催事業歴史講は下助の国塩原号のあらすじということで、えー、11月12日と 16日の2日間、えー、郷土史研究家の君島栄七さんによる歴史講話があったんですね、えー、私もちょうど時間を取ることができまして行ってきたんですがこれ資料なんですよ「ね、下野国塩原号のあらすじ」ということで、えー、紙ではこの本当に数ページ8ページ分ぐらいの、ねえー、資料なんですけれども。 この資料の中だけでなんとですよ1,000年ぐらいの歴史がギュギュギュと詰まっているんです。それは無理な話ですけれどね、えー、2時間のね講話だったんですけれどもお本当に平安時代というよりね塩原という場所がどのような形で形成されたかというのをね えー、約2,000万年前という、まあ、古い頃に塩原という、まあ、今の塩原の基礎となる地盤が形成されたんじゃないかというようなことから始まりまして80万年前頃から高原山の火山活動があったとそして6,500年前に荒湯の今ももくもくとね えー、噴煙が上がっていますが富士、えー、山の噴火活動が収束をしたというようなね、えー、ことでね、えー、1200年とかっていう歴史をぐーっともっともっと1200じゃなくて2000万年とかね言葉が出てきてびっくりしちゃったぐらいでしたがそういった中で、えー、温泉の発見から塩原のお領地争いであったり明雲寺を改ざんした あ平家のお,、ね、お中、えー、また玄山窟に隠れ住んだ源氏のまたお中人といったね話そして、えー、元湯温泉のいや元湯温泉だけではなく塩原温泉の歴史の中でも重要な江戸時代の初期の大地震の話そして戊辰戦争これは幕末。 まあこういった話があったわけですけれどねえ話だけ聞いてたらえ分かんなくなっちゃうなということでちょっと学生時代を思い出しながらメモを取っていったんですけどもう話を聞きながらメモを取ってメモを取ってしているうちに3枚4枚とねありましてすごいレポート用紙にいろんなたくさんのメモができましたけれどいや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 これをまとめて皆さんに報告するのには うん、なかなか難しそうだなということなんですけれどね栄、えー、七さんといえば「塩原の里物語」というね郷土史の本まとめたものがあるんですけれどもそれを読むだけでも非常に勉強になるかと思いますがあ、ねえー、もうお年が80来年には85歳になるというようなことなんですけれども。 およそ40年間研究してきた塩原のことこの40年の研究でようやく塩原という地域の歴史がつながってきたようなやっとなんかこう明らかになってきたような気がするというようなことで今回の講座を講話をしてくれたそうなんですけれどね私たちとしてはこれから先子どもたちや まあ孫の世代などにもこうした歴史をしっかりと語り継いでいけたらいいなというような思いも抱きつつなかなかこれだけの研究をしていくのは容易なことではないなと <laughs> えまあどちらの思いも深くしたわけなんですけれどね、えー、こうした機会がありましたら、えー、ぜひ皆さんにも聞いてもらいたいなという思いもありまして、えー、ご紹介をしました。山、えー、トークは えー、歴史校は下野国塩原郷の,のあらすじということでね君、えー、島英七さんの講座のお話でした、えー、何やらあこの研究成果をまとめた冊子限定旋部でね、えー、ちゃんと製本をしたそうなんですけれどね、えー、もし手に入る機会があったら嬉しいななんというふうにも思います今日の番組は以上です塩原プラス ラブで、塩バーラブ